札幌にはすごいやありがとうが溢れている。札幌には金メダリストが溢れている。いい人いい街毎日金メダル。今回の毎日金メダリストは琴音地方小学校のコーチの平野コーチに渡したいです。僕たちがちゃんとしなかったら厳しく注意してくれたりして、僕たちが試合でいい点数の決め方をしたら褒めてくれる優しい人でした。時には優しく時には厳しいコーチでした。僕たちを支えてくれたのが平野コーチだったので。シュート。これからも頑張ってください。はい、びっくりしました。どうもありがとうございました。ちょっとびっくりしましたね。でもオリンピック選手はこういう感動があるんだなとちょっと思いました。やっぱりね、子供がまず楽しくサッカーをすること、それがサッカーを続けること、これをもうずっとそれを言い続けて、楽しくやろう楽しくやろうと言ってきました。はい、やっぱりサッカー続けてほしいということと、サッカー以外のスポーツもしそっちの方に興味あったらどんどんそれも進めてほしいと、それから諦めやめて最後まで頑張りましょうってそれを伝えたいですね。卒団した人たちがたまに会いに来てくれるんですよ。とっても嬉しいです。はい、会いたいですね。皆さんも毎日金メダリスト見つけてみませんか。